冗談とか言うようなおっさんみたいな赤ちゃんがええねん。おっさんまで行く？そうよ、まあ、ふざけるといえばおっさんやけど、そうそうそう、生まれた時からおっさんやけど、うん、対応できる？対応できる。おっさんの赤ちゃんできるとならいいやん、ええやん。生まれてきてんな、ええやんな。ハッピーバースデー、トゥーミー、おっさんすぎるわ。あの、じゃんけんあるやん。じゃんけんな、うん、俺あれのルールをさあんま覚えてなくてさ。嘘やろお前、おいマジであんまやってこんかったんよな。やってこんかったお前。そうなんよ。どうやって生きてきた今まで。全部話し合いで解決しててんけど。弁護士かお前。え、じゃんけんいらんやろそんなやつ。結局民主主義ってそういうことかなって。すごいな思ってさ。お、何言ってんだお前。君誰？俺は今日からこの高校に赴任式で屋敷だもん。学校でタバコ吸うなんて何考えてんだ。どこで何しようが僕ちゃんの勝手でしょ。なんだお前。おい、とにかくそのタバコ捨てろ。おい、俺がこの高校に来た以上はな、お前らみたいな不良で先生踊ってよ。クレイジーすぎるやろ。霊媒師のキングインパクトと申します。おばあちゃん久しぶりだね。久しぶりだねって先週会ったばっかりじゃないですか。お気持ち伝えれましたね。全然おばあちゃんじゃなくてなんか落語みたいな。ああ、ごめんなさい、間違えてラジオを下ろしてしまいました。頑張れ、いけいけ、頑張れ頑張れ、マジで頑張れって、頑張れ、おやだ、いけるか、いけるな。いや、俺一回も試合出たことないっすよ。一回も試合出たことないお前だから、情報も何にもないお前だから、この状況どうにかしてくれって信じてる。お前はうちのチームの秘密兵器だ。秘密兵器だ。はい、頑張ります。お前の3年間全部ぶつけてこい。分かった、いけるな。はい、よし、完成だ。どうした、岸、諦めたんすか。おい、お前あんなこと言われて悔しくねえのかよ。え、私トロいからみんなをイライラさせちゃうんだよね。てかさっきから何書いてんのって、これもしかして俺の顔。へえ、よく書けてんじゃん。でもさ、本物の俺はこれの500倍はかっこいいぞ。ケント君、目つぶし？ん？おばちゃん。なに？くそ！あんたどこ触ったの？どこ触ったでしょう？どこ触ったでしょうって、くっさー！もうどこ触ったらこんな匂いになんの？じゃあさ、どこ触ったでしょうゲームしない？なにそれ、流行ってんの？うん、どこ触ったか当てるんだよ。ん？じゃあ次おばちゃんね。うん、わかった。うん、あ、はい、くさケツなんだ。あんた、いい加減しなさいよ。あんた入ってんのこういうことだよ。こういうことだからね。じゃちょっと足の裏いきますね。はい、これ血行良くなると肩こり治っちゃうんで。そうなんすか。はい、じゃあいきますよ。シーン、ちょっとすいません、もう一回いきますね。シーン、ちょっとすいません、ちょっとすいませんね。スンシー、スンシーシー、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 あなたと一緒にスンシーシー、大人になってもスンシーシー、 Let's go party night、 スンシーシー、スン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 、スンシー、スンシー、 Go、 スンシーシー、スンシー、 Come on、 スンシーシー、スンシー、スンシーシー、スンシーシー、痛い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 、忘れる方が悪いんでしょ。それも前一回謝ってやん。その何回もしょうもないことを掘り返すな。私の誕生日がしょうもないってこと。誕生日なんて知らん人からしたらただの普通の一日じゃ。なんでそんなひどいこと言うの。1年にたった1日のことだよ。私はあんたの誕生日一回も忘れたことだよ。それやめな、もう。なんで見る。なんで揉めてるん。だから今年は私の誕生日忘れないでねって言ったの。前一回忘れてるもんな。ああ、知らん人からしたらただの普通の一日やって。カスやもうこいつ、カスや。あんたね。完全に俺は。ごめん。なんで俯瞰で見ないとわかんないの。今日はどこ連れてってくれんの。動物園。
あ、動物園、うん、うわ、私動物大好きなの。あ、好き、うん、好き。あ、ほな、よかったわ。よかった。もしな、あの動物が暴れて襲いかかってきたら、うん、俺の後ろ隠れてな、うん、絶対に俺が守るから。うん、じゃあ行こうか。ちょっといいかな。合ってないよね。どういうこと？見た目と、うん、そのセリフが合ってないのよ。あの、おじさんチンパンジーやから。私、脳みそアカデミー塾長の早杉と申します。はい、早杉さん、よろしくお願いします。じゃあ、オーダーを歌いましょう。はい、立ってください。あ、そんな授業もあるんですね。はい、行きますよ。1、2、3、はい。頭をパカッと開けましょう。脳みそズボッと通りましょう。蛇口で洗ってチャッチャッチャ、そのまま脳みそ元戻す。気持ち悪い。カツカツカツって歩いてたのね、うん、ヒールみたいなの履いてない、うん、あなた。そしたらだんだんね、こう足音がずれてきたっていうか、うわ、2つ音がしてる感じがしたの。え、じゃあ後ろからついてきてないの？なんだと思って、うん、バッて後ろ振り向いたの、うん、そしたら血だらけの女がそこにいたの、うん、うわ、めっちゃ怖いじゃん、血だらけの女。うん、それが、うん、怖かった。お、どこにも扱ってんだ。